おはようございます。すすきの YouTuber のたま様とぶーちゃんです。はい、というわけで今日は久々のチャレンジもの、はい、来ましたね。久々というかタマザップやってるんでそれはそれでやってますけどね。そうだね、うん、まあでも今回は、うん、僕がやりたいって言った案件です。そうだね、はい、うん、これはブーちゃん得意なんじゃない？あの得意というか僕はチャレンジをしたいんです。なるほどね、うんうん、まあっていうのも今日の企画発表しちゃいますけど、うん、ここにゆで卵が、うん、3つあります。はい、はい、お互い3つずつ持ってます。はい、ございます。これを、うん、ドリンクなし、おドリンクなしで、うん、早食い、お3つ早食いでバーって食べた後に口の中なくなって、うん、あってやった瞬間に、うん、ストップウォッチを止める、まあ、早食いですね、うんうんうん、これ、有名な YouTuber さんたち最近ちょっと、うん、あの水溜りボンドさんだとか、うん、あとはヒカルさん、うん、あとはラファエルさんだとかキョウちゃん、うんうん、もやってますんで、これをちょっとうちらも乗っちゃおうかなっていうんで、うん、あいいね、うん、やろうかなと思っております。現状でやってみましょう、はい、はい、やってみましょうあでね、これね、僕はあれですよ、まあ、仕事上というかね、はい、まああのバーとかね、クロフとかちょっとあの人数が多いような職場でやってると、うん、もうまかない5分でやべえとか、ね、早飯早ぐそ芸能人まあ昔からね、まあ、言いますからね、うん、そう、なんかなかなかできるんじゃないかなと自分では思うんですけど、うんうん、まあ僕が知りうる中の最速がきょうちゃんでした、うん、あ、はい、17秒、はい、17秒53だったかな、それぐらいでした。まあ、同じドサンコとしては負けたくないところですね。そうですね、うんうん、ちょっと17秒目指せればいいな、うん、まあ、うん、でも僕実際言って、うん、ヒカルさんがいつも動画で上げてる、うん、有楽町、うん、有楽社、うん、うーん、うんと、うん、はい、あの店長が53秒だか54秒で食べてますんで、うん、最悪そこはクリアしたいなと、うん、ああまあね、うん、無駄にね、はい、遅くね食べてもねしょうがないんでそうね、うん、わかる。まあちょっとそこら辺はまあまあじゃあ、間を取ってまあ30秒ぐらいはね、あ、そうですね、切りたいとかね。30秒は切りたいですね。1個10秒はかかんないと思うんだよな。どうでしょう。あまあ気味が気味ですよねそうそうそう、まあでノードリンクっていうところがちょっと痛いんで、そう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 、うん、前ね、某お店の紹介をした時にうまい棒のね、あ、やりましたね、うまい棒、うん、3本目がやっぱ辛かったっていう、な、うん、なんか2個目まではこうパパっていけるなと思ってるんだけど、モサモサ感で、うん、やられるっていう。うまい棒はね、モサモサプラス痛いんですよあいつ口の顎の裏がね痛いうわーこのとこがね痛くなっちゃうからね、はい、ということでうちらもやってきますが、うん、良い子は真似しないでください。真似しないでください、はい、危ないんでね、本当、うん、はい、早食い、うん、それから早飲みも今ちょっと流行ってますけど、うん、これやって事故りましたらなんだ、うん、うちらは責任を取れませんので、うん、はい、ちょっとね難しいところ、うん、良い子は絶対真似しないでください。真似しないでね、うん、真似しないでということで、はい、殻剥いていきましょうか。そうですね、はい、はい、これね、皮の剥き方みんなね、いろいろ様々人それぞれあると思うんだけど、俺はね、水の中で剥きます。おぉ、てかね、こう剥いて、こう水の中で割る、なんかこうね、剥くとね、こうすごい綺麗に剥けるっていうことで、僕のね、これ入れちゃっていいでしょうか。はい、どうぞ、はい、それからですね。あ、あとは、忘れてました、もう一個のカメラでウェブ配信してます。あ、はい、はい、同時配信してますんで、はい、これ僕のスマホの方でね、ニコ生配信しますんで、そちらのね、タイムシフトとかも残しておくんで、よかったらお願いします。はい、ってことで、はい、ニコ生の皆さん、ゆで卵、うん、向いてますよ早くないですか、うん、でしょ。マジですごいよ、これ、うん、もうちょっと、ひびだけ入れれば、ぷらぷっとね、ぷらぷっと抜けちゃう。そんな早い、うん、つるんっていっちゃうから。はい、もう僕抜けちゃいましたんでね。はい、いや、まだ1個目向いてますけど全然まだ1個目ですけど、はい、向けましたよ。綺麗に、綺麗に、綺麗に、はい、綺麗に、綺麗に向けましたよ。これやっぱ1人ずつですね。そうですね、うん、交代交代で1人ずつ
食べないと誰がストップウォッチするんだってやつ、ね、そうそう、じゃあ勝った方からね、はい、はい、最初はグーじゃんけんぽい、よし、じゃあ俺から、はい、ということで、あーちょっと待ってね、うわ結構きつそうよっしゃ、大丈夫ですか、はい、はい、あの、あ、ブーちゃん言って、あ、いきますよ、よーい、ゴー、早いですよ、思ったより早いですよ、これ思った以上に早いですけど、あの目が飛び出しそうなぐらい、あの揉めてないですね、頑張って頑張って、ノードリンクだから一気にいったら辛いんですけどね、本当は、顔がもう悲しい顔になっちゃって、あ、もう大変、シャック出てますよ、これ死んじゃう、頑張って飲み込んで食べ終わったらあってしてくださいよ、あのギブありですからね、お、喋るあれはできましたね、頑張って戻ってきてる、頑張って、あ、しゃっくりは止まらないですよ、あ、はい、ってことで結果、みゃん、見えますかね、何秒、1分28秒遅っ、まあ、僕の車の中で行けるって言ってたんですけどね、すっげえきつい、この1個、あ、でもね1個ずつ行った方がいいかもな、これな、ちょっと僕もドリンクいきますよ、うん、これ飲んだ方がいい、いや悔しいな、これ行きますし、ちょっと待ってね、なんか安定しねえな、この、うん、そこでいいピントがいい、いいかな、はいはい、いきますよ、はい、よーいスタート、テテ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 テ、お、ラスト1個、遅いっす、はははは、まあ俺より早いけど、本当ですか、何秒、1分8秒イエーイいや意外とこれ苦戦するでしょ、あー辛いこれ全然遅い、これね、うん、思った以上に辛いのと黄身がやばいね、いけそうでいけないよね、きょうちゃん、これすげえな喉でしょうね、喉ね、うん、完全に開いてないもん、これ、うん、うん、もうなんか手に塩がすごいことになっちゃう、はい、結構きっついこれね、うん、これ、本当に、うん、真似しないでください、これね、危ないと思うこれ真剣に真似したら危ないね、これねこれやばいですよ、本当に死んじゃう、はい、
そうですね、これはね、やめた方がいいと思います。はい、あの一発目、タマ様の見てください。タマ様のあの飛び出そうな目、うん、あのね、俺の目が卵かって。本当に目が入れ卵かぐらいの感じのね、本当見開くぐらいに本当ね、危ない。本当に飲めない。シャック出てたからね。これはあのおじいちゃん、あのお正月に餅に喉に詰め直せるやつ、ね。あの後ろからこう抱きかかえて、うん、こうやって吐き出さないとダメですね。まあ、ブーちゃんいるから大丈夫かな。まあ、その時はってね、うん。ちょこ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 こういうなんかチャレンジを僕らもやってこう。そうそうね。うん、うん、思いますんで、うん。なんかチャレンジこういうのあるよっていうのあったら教えてください。うん、教えてください。はい。はい、なんかこういうのやってほしいっていうね、うん、あれば。はい、あのコメント欄の方にね、うん、書いてくれたらあの採用になるかもしれませんので、はい、うん、できることはやっていきたいんで、はい、やりたいと思います、はい、ではあの次枠はですね、あ次枠はって言っちゃうとあのニコ玉のねあれなんですけど、あのまた次回はね違うチャレンジをしたいと思うんでよろしくお願いします。はい、はい、以上、すすきの YouTuber たま様とブーちゃんでした。また結構つらいで本当に。Thank you.